アローラ、マコと申します。まあ、今回ね、対戦していくのはゼネコンさんよろしくお願いします。バンバドロ、ゴルバット、そして、鬼しずくも、メタクロス、パルシェン、ジバコイルと、なんか、四足歩行のやつ多いな。右、二体、雲大嫌いなんだよな、ね、で、今回、ちょっと私、またパーティーをね、ちょっとまあ、トリパ寄りのパーティーに戻してきたんですけども、今回、トゲデマル、導入しております。まあ、とはゆえ、多分このトゲデマル、対して相手のパーティーに刺さんないんで、ここは、でも相手遅いポケモン多いからな。まあ、でもとりあえずミミッキュで、トリパ張って、まあ、いつものようにして。で、弱足が多分意外といけんじゃねえかなと、思います。で、どうしよう、ベトベトンじゃなくて、ここでもトゲデマ、ダダリンで行くか。結局、ダダリンか。いや、でも、ちょっと待って、それはまずいか。ドゲデマルいけるんじゃねこれ思ったけど。待って、それか。トゲデマル弱し、よし、これで行こう。はい、よろしくお願いします。やべ、曲感乗せた。最初はまずそのトゲデマでちょっとかき乱してもらって、そっからまあミミックでトリッパー、まあ弱足でも全抜きする感じでいきます。はい。ちなみに私レーティングはようやく1585と、まあ上昇気流にありますんで、まあ多分一回に、そのちょっとキャプチャーボードの都合で多分端末変えるのでリセットされちゃうんですけども、鬼しずくもだな。まあ多分これバンバ道路に変えてくる可能性があるんで、もういっそのこと思い切って書いてもいいけどね、ぶっちゃけ。さすがにそれはリスキーでもないな。ここミミッキュに変えます。バンバドロも交換読みのミミッキュ交換。おぉなんか最近すげえ読みが冴えるな俺。まあでもこの辺はまあ読めて当たり前になるんだけどね。まあ、普通に頭から殴れるっていうのもあるし、どうしようかな。ウッドハンマーばっこり打ってもいいのかもな。ウッドハンマーばっこり打ってもいいかもしんないですね、これ。ここだったらトリクルも打ったら逆に相手は線取られるし。ウッドハンでいきます。この後外さないのが好き。めっちゃ効きますやん。めっちゃ効くやん、こいつ。さあ、相手は持久力で防御が上がりながらも、ここで、弾ダメージ入るけど、地震とかを、ヘビーボンバー、これもね、じゃバグの数耐えてくれると。それは、頑丈とかタスキと違って、技を一回確実に耐えるっていう特性の強さ。俺はそこにやっぱ価値を見出したわけ。ウッドハンマーでもう一回行きましょう。まあ、交換してくる、とは思うけど、まあ、そうだ、でもまあ、これで多分3体目割れると思うし、わあ、ゴルバチョフか。ゴルバチョフにはこれ完全に受けられるんだよな、ウッドハンマーを。どうしよう。張りたいな。張りたいっていうか、あれやりたい。トリックルーム打ちたい。トリックルーム非常に打ちたい盤面ではあるんですけど、これでも相手の方が押せんだよな、多分。相手のポケモン遅すぎて、あーどうしよう。ミミッキュで椅子あんのもあり、いやー多分ゴルバット絶対耐久型なんですよね。羽休め、毒毒、あと何かみたいな感じだと思っていて、まあでもいいか、トゲデマルでいいかな。ちょっとなんか毒技読み、毒技警戒でもう一回トゲデマルに変えようか。うん、ちょっとミミッキュここは温存でいきます。まあバンバドロに対してあんだけ削ったのもだいぶ仕事したと言えるんじゃないですか。多分毒技、あ、挑発か。あ、これはこれでまあいいけど、トゲデマルが出てくるときにちょっとあの三角の模様がなんかチクチクってなんの、ちょっと俺ああいうの苦手ハスコラみたいなさちょっと見ててなんかサブイモ立ってくるっていうか。じゃあここは猫魂を打たずに、まあもう素直に一回ビリビリチクチク打ってみようか。
まあ、多分公開されるんやけど、されたら嫌やな。交換されんのも嫌っすね。もう一回ミュウキュウ変えよう。もう一回交換でいいよね。いや、それか、それかここ弱しかな。うん、したらバンバドルよりも早いし。あ、ごめん間違えた。ごめん、やっぱミミッキュで。ごめん、確か弱し、ごめん、弱しは確かバンバドル押せんだっけ。ごめん、ちょっと待って、これ俺の知識不足だわ。弱しは、ごめん、弱しは多分、しかも俺の弱し冷静やから、バンバドルより押せば、ごめん、遅かったです。ちょっと完全知識不足でした。だから別にこれで良かったんだ、結果的に。うん、これで結果的に良かったと思っていて、でトリックルーム打ちましょう。多分もう一回ゴルバチョフじゃない？うん。ゴルバト挑発も、あ、地震、あ、そうか、地震、あ、そうか、ここは地震でええんか、相手。え？あ、そうか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 、そうだよな。トリックルームの優先度があれやから。なるほどな、ちょっとここまずいな。どうしよう。弱しが、いろいろダメージ受けちゃうな。とはいえ、ミミッキュでトリックルームも張れなかった以上、弱しをもう出すしかないっすね。もうトゲで丸出す意味が全くないからな。まだワンチャン弱しや先生の爪持ってるから今作だって先生の爪の発動確率上がってますからね。で最後、まあ、鬼雫もとトゲデバルの問い目になれば勝てるから、ここ安定の冷凍ビームでいきます。安定の冷凍ビームで。きた！あ、引っ込めてきた。雫もか。あ、ゴルバットか。ならむしろよかった。ならむしろ歓迎といったところ。ちょっと僕、DS の充電が、充電器、ちょ充電がなくなってきたので、充電器持ってきます。充電器あらへん、くそ。ちょ、充電器切れたらごめんな、これ。ちょっと待って、もう一回ここじゃ、レートビーム打ちます。え、俺、充電器どこ行った、携帯の。え、どこ置いたんだっけ、DS の。しまった。うわ、羽休めされた。うわ、しかもこれ、先生羽休めやから、これ、技があれ、当番になっちゃう。やばい。しかも凍らしていく！ちょっと待って、これ、電源切れてほしくないねんけど。さあ、ここ凍った状態のゴルパッドに対して、冷凍ビームさらに打っていくか？頼みますぜ。持ってくれよ。あと多分5分でいい。あと5分でいいから持ってくれ。よっしゃ！落とした。もう完全に運ゲーやな、これ。これはひどい。これはひどいよ。さあ、ゴルバット落としていく。さあ、相手がどういう心理状況なんかわからんけど。さあ、ちょっと充電器がね、ちょっと全然ないから、ちょっと、早く。今、ピコンなっとんねん。ニセトロが。もうちょっと待って、もうちょっと早く選んでや。早く選出して、頼む。え、マジ充電器どこ行ったんや、俺。どこなんか置いてきたんかな、俺。なんで放置すんの、相手。え、なんで放置すんの。え、なんでこれ放置すんの、ほんまに。死んじゃれへんねんけど。嘘やろ。バンバドロー。
これレッドビームでいいやね、別にな。レッドビーム、レッドビーム打ちます。レッドビーム普通に素直に打つけど。あ、オッケーオッケー、自信。オッケー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 。あ、ここは一発耐えて、弱しが弱しにならないギリギリのHP が残ってバンバドロも突破する。よし、これ勝ったやろ。あともうトゲデマルで、もうあのビリビリチクチク打つだけで、もう頼む、早よして頼むから、早よして。しずくもよしじゃあ、あとちょっとこいつにもガムシャラ打ってもちょっと退いてもらって、多分向こうの方が早いから。これアクアブレイク、ちょっと落ちへんのちゃう、これちょっと下手したら。ああ、耐えてもうた。まあ、いや。まあ、でもこれ逆にガムシャラが刺さって、逆にガムシャラがいい感じにいって、で、魚群解除されるけど、ワンチャンここで先生の爪発動で、Z 水技。あ、そうか、ハイドロボー、え、あ、こいつ Z 技じゃなかったっけ、こいつ。え、あ、よかった、勝った。なんとか無事に勝利することができました。結局、東大でも何もしてへんなって。はい、マッチング社長、よろしくお願いします。アルタイルさんです。マッシブン、カビゴン、リザードン、リザードンじゃねえわ。カプコケコ、ギルガルド、で、ガブマンダ。で、今、現在のレートが確認したら1599でした。この試合勝てば1600ですね。はい。で、どうしよっかな、これ。ドゲデマルは多分もうちょっと無理でしょう、このパーティー相手に。きつい。なので、やはりこれ耳、急から弱しやベトベトにつなぐというムーブが、重要になってくるかと思っていて、どうしよっかな。相手でもミミッキュさ、ドラゴンおるか、ドラゴン出しに行くんじゃん、ミミッキュおるし。あれが怖いな、ギルガード。ギルガードだけはちょっと嫌なんですよね。とりあえず一発目ダダリン出してさ、で、あとなんかミミッキュで、ぶちかます？多分、ダダリン出せばね、なんとなく最初2、3体、1、2体持っていける気がするんだよな。で、ベトベトンは多分ちょっときついから、相手のパーティーに対して。それか、ボーマンダ出すっていう手もあんねんけど、ちょっと怖いです、そこは。はい、よろしくお願いします。さて。できればカプコケコ来てほしいんだけど、カプコケコか、ギルガルド。うわー、もうなんだかー、ちょっとこれ予想してなかったですね。確実に起点にされますやん、こんなん。諦める試合を、いや試合をじゃなくて、この対面ちょっと捨てようかな。どうしようかな。まあ、別に、詰まれるのは問題ないですよ、俺としては。どうしようかな。耳気かな。ダダリン失うの怖いもんな。ちょっと耳気に変えるわ、やっぱり。ちょっとここはやっぱダダリンを生かしてあげたい。で、相手がましては積んでくるのであれば、耳気に交換安定だろう。頼む、竜の前でやってくれ。ここでステミタックルやめて、マジで。竜の前やってくれ。マンダは初手竜前や。オッケーよし、したら、どうしようかな。また、普通に激輪地震など何かなんか、ステミタックルやら何やらって感じやろうけど、まあ、ここはトリクルも打ちましょう、普通に。地震、よし。もちろんトリックルームからの道連れは警戒してくるとは思います、相手は。ここ結構この試合のターニングポイントだと思うんだよな。まあ仮に交換してくるとしてもさ、一回道連れ素直に打ってみようか。ちょっと待って、一応ちょっと相手のパーティーだけ見てみよう。ちょっと待てよ。
なんかギルガルドいそうやな。ギル、変えてくるとしたらギルガルドかカビゴン。だとして、とりあえず道連れでいいっすかね、これ。まあ、多分変えてくるか。一発ウッドハンマーとか打っとくか、それとも。ここ別にボーマンダー、道連れで倒さなくても次、だって弱して倒せもウッドハンマーできます。多分変えてくる。変えてこない！マジっすか。なんやった今までの1分間は。え、交換とかしないんだこれ。密接とか経過しないの？それで分かっててこういう風にしていく、してくんないで。まあ倒れますよね。いや、まあでもいっか。オッケー、したら弱足で。弱足でこれバッコリトリックルームから頭が殴ってやる。しかもこいつクソ遅いから、カビゴンとか、ギルガルドよりも先手取れる。で、ここは冷凍ビームでいきます。ここで交換とかされてなんか変な出されるの嫌やな。割と相手弱し受けきれへんのちゃう。これ、冷凍ビーム、よし。まあ、これ、結果的には、これは、弱しに対して相手が、後からポケモン選べるっていうだけで、さっきミミキが水で打ったのと、さほど状況としては変わらないわけですよね。なんだ、あそこは。あ、カプコケコ。カプコケコ。カプコケコやったら、ま、自信でバッサリ切るか。自信でバッサリいきます？問題は倒せるかどうかやねんな、それで。こいつ A に振ってないんで。いや、振ってないとは言え、こいつ、ちょっと待って、ステータス見ますか。ちょっと、くどいようで申し訳ない。弱しはですね、攻撃実数値161。この161って95毒の特化ぶりまであるから、それ考えたら、ま、自信で落とせるやろ。てか、どうせ助けやし。落とせんかと遅かったらダダリンでいけるからいいや。この試合だけは勝ちたいんや、俺どうしても。1600かかってる。まあ、助けちゃったと思うことにするわ。10万耐えんかな、これ。ワンチャンタスが耐えないか、免疫ひどいなもんな。ってなってくると、ダダリンで、あと一体何かって感じになりますよね、これね。マッシブーンやったらきつい、相当。まあ、ここはもう先手で殴れるから、とりあえずアンカーショットでいきます。あれもうトリックルームのターンでも終わるよな、次でな。トリックルーム次で終わるよね。さあ、ここ何が来るか。ガブリアスか。ガブリアスはちょっともう無理じゃねえ、これ。パワーバイパーで、激輪で多分2発やんな。激輪、多分激輪2発で終わる。あー。急所当たってくれー。上がったりしかもサメ肌っていう、これどうすれば勝つんやろ、この試合。どないすれば勝てたんやろ、この試合、マジで。あそこやっぱもう水技 Z 打つべきやったんかな。水技 Z 良かったんか。でもあれ、助けやったらドメージ湧きてたし。なんかちょっと悔いの残る試合ですね、これ。なんかこれで勝ってれば冷凍マジ1600やったんやけどな。